ゲージ上げます。3周目の1コーナー向かいます。アウトコースからじわりと3番の小島刑事が抑えます。前は並走です。内側4番が竹、外には3番の小島、4番が竹が下げます。誘導の後ろ3番の小島刑事、6番佐藤智也がさらに抑えます。マークの大月、北日本が3番小島を抑えて8番志村、5番諸橋の関東コンビ切り替えます。ここは下げる3番の小島が中段下げて上から4番の畑が上げます。畑室井、徳島コンビが中段外に上げます。さあ下げた小島刑事が7番手下げました。3周目から第4周回です。誘導の後ろから逃げた姿勢、6番の佐藤智也、最終1コーナー、小島刑事7番手から発進、小島刑事、山田裕二、七俊夫、チームの鳥を7番手からかわします。北日本佐藤智也と大月、北日本を粉砕小島刑事が7番手一気のかまし先行、マークは山田裕二、そして9番の七俊夫、チームが逃げます。切り替えた2番大月は現在4番手、上から8番志村大が4番手を取って、中ほど5番諸橋。さあ関東地区は中段ですが、小島刑事、山田裕二、七俊夫、チームの鳥を山田裕二追い込んでいきますが、さあ両名並んだゴールは接戦。7番手からかましました小島、ゴール前捉えたのか7番山田、どうでしょうか。1着争い、これは接戦です。ラインで決まりましたが、1着争いがどうでしょうか。小島刑事と山田裕二、わずかに捉えたのか山田、それとも小島が粘ったのか、これは際どい勝負。決定放送までお待ちください。ただいま熊本競輪10レースの発売を開始いたしました。ご投票はお早めにお願いいたします。ただいまから第10レースの選手紹介を行います。